ウラジーミル4世、ロシア語、ウクライナ語、1187年から1239年3月31日は、キエフ大公、リューリクの子である。ペレアスラブリ公、1206年から1213年、スモレンスク公、1214年から1219年、オーブルチ公、1219年から1223年、 1235年から1239年、キエフ大公、1223年から1235年、1235年から1236年、1206年から1210年の間、父、リュウリックの下で、フセボロドに対する闘争に参加した。1207年にはリトアニアへの遠征を指揮、また1216年のリピザの戦いに参加した。 ノブゴロド第1年代域は、ウラジーミルのキエフ大公への着任を1219年と伝えるが、その年は2位、ロスチスラフの死によって、オーブルチ公になっていると推定されている。1223年、モンゴル帝国の新興軍が現れると、カルカカ藩の戦いに参加した。この戦いで、キエフ大公をムスチスラフが戦死したため、後を継いで、キエフ大公となった。 1225年から1227年の間、いとこのガーリチ公ムスチスラフを助け、ポーランド王国の領主やガーリチ地方のダニールと争った。その後、ダニールと和解し、同盟を組織、1234年から1236年の間に、ノブゴロド・セベルスキー公イジャスラフ、チェルニゴフ公、ミハイルの同盟軍と対立した。また、 一般地位年代記に従うと、第一次モンゴルのルーシ進行開始の前日に、キエフ大公やロスラフの後を継ぎ、ダニールの代理として再度キエフ大公となった。キエフ大公の後のウラジーミルの挙手は、打倒とされるスモレンスク公への即位順や、ルーシ国内の損害などによって判断すると、全認知のスモレンスクには戻らず、ルーシ南部のオーブル地に止まったとみられる。 1239年、モンゴル帝国軍によるペレアスラブリ攻略の際に死亡した。ありがとうございます。